二人ここで初めて会ったのが二月前の今日だね。キスの仕方さえまだ知らなかった僕の最初のスイカフェ。愛の愛ささやか記念日暦にそうと記してた去年の日だけで尋ねると少し戸惑って答えた。誕生日だと笑って答える。笑顔歯がゆいそんな話は耳を塞ぎたくなるんだよ。確かに君が彼といた3年の思い出にはまだかなわない。それでもこんなに好きなのにすれ違いの数が多すぎて心が通うやりとりばかり印象を繰り返すよりもあなたの心が答え出すまでこのまま途端に合わない方がそれが明日でも5年先でもいつでもここで待ってるから約束しようよ。そして二人心に赤い愛しい光盗んで